やるか。あっちから行こう。今日最終日かな、稲妻の。これね、いやー暑いね今日も。久しぶりのカステラさん、こんばんは。梅桃さん、こんばんは。いや暑いわ今日も。ちょっとこれ初手、これは新たに豪古菜園、初手これ、今日最終日。よし、一発でいけるかな。いや、むずっ。ミスったけど、エキスパートか。まあ一応いけたのかな。これもらった。よし、これでこのイベントは終わりか。先週の振り返り見ました。だんだん難しくなります。お、素晴らしいです。なんかあれ、予約投稿しようと思ったらそのままアップしちゃったから、アップしてすぐ画質悪かったかもしれない。親分がまた捕まっちゃった。ついさっき天領奉行のやつらが掲示板にお知らせを貼ったんだ。で、俺らの祭典が中止されることになった。詳しいことは分からんが、どうやら親分が天守閣の中でチラシを配ったらしい。将軍様もきっと新たき極上正々豪古大祭典に参加したいはずだとか言ってたそうだ。親分の言ってること間違ってなくないか。将軍様だってきっと参加したいだろう。ああそうだよな、お前はそう思わないのか。俺らの考えなんて今はどうだっていい。とにかく親分はその場で見張りの奥詰衆に捕まって天領奉行に連行されちまった。大丈夫、忍の姉御が解決してくれるはずだ。親分は軍事機密区域を荒らした疑いで、奥詰衆に連行された。その後あの九条沙羅様が親分の容疑を公序良俗違反に変えたそうだ。さあ、あの九条の天狗め、よくも親分にそんな重い罪を。おいバカ、これは罪が軽くなったんだよ。これなら署内で指導を受けるだけで済むはずだ。祭典の方は親分が出所するまで再開できないだろうけど、旅人心配しないでくれ。忍の姉子がうまいこと処理してくれる。きっと大丈夫だ。ひとまず俺らの祭典を支援してくれてありがとな。親分が出てきたらきっとお前のところに直接礼をしに行くはずだ。
お前の旅が俺らの祭典と同じようにより良くなることを願ってるぜ。良くなることを願ってるぜ。終わったか。何の話題かわからないところですが、氷が降って車がボコボコになり保険を使わないで修理したいというお話をしてた場面です。保険を使えば次回が高くなるからです。もう完全に忘れてたわ、その氷の話。そういえば氷がどうだかって話してたね。やっぱ意外と忘れる、意外とね。なんだっけってよく言う。そうだった。大事だね。そうよな。あんな異常気象が起きたのにもう忘れてんのもんな。そうそう。で、なんか、あれあれ、友達が以前ね、車の修理を保険使わずにやって、結果、めちゃめちゃ返済するのに時間かかってたっていうの話をしてたな。私も完全に忘れてたアーカイブ見に行きました。それは結構時間を使わせてしまって。そう、何の話だったっけってなったな。そうそう、なんか大概覚えてんだけど、あれに関してはマジですっぽり抜けてたね。これ今受け取っちゃダメなやつやな。出前サービス。ほんまに最初の時間帯なのですぐに見つかりました。ああ、よかった。氷かなあ。なんか別に特に何も考えず、なんとなく多分喋ってたからっていうのもあるんだろうな。あんま記憶がなかったのは。こっちか。あれ、あんなとこにスライムいたっけ。あ、これあれだ、いつものあれじゃないの。ガンザン89。捕まえた。どの目が出るか。このパターン初めてだな。なんか探さないといけないやつかと思った。マリラさん、コマ、このコマ入っておきます。ありがとう。先週の振り返りって言いながら、まあ、いつも思うけど、一番遠いところで2週間近く前なんだよね。今週の日曜日に撮ってるからさ、今週の月曜日とほぼ1週間前だもんね、だって。先週の月曜日とかほぼ2週間前なんよ。
だけどすごいなんか混乱する。あれ先週、あれこれ先週の話だっけみたいなのよくなる。含め配信パ、ああそうだ、参加ボタン押してないか。ちょっと待って、一応参加しとこうか。 OK、 10分分損した、押した。そうなんですよね、2週間は長いです。そうなんやな、意外と2週間前だったんだなと思う。財布落としたのが今週の月曜日の話だから、なんか変な感覚だった。夕飯作りながら見てます、ありがとう。マイクラ始めたの先週だったんやな。なんかこれなぜか10日から始めたと覚え、なんか間違えて覚えてた。8日っぽいよね、始めたのマイクラ。まあ日付は別にどうでもいいんだけど、なんとなくざっくり覚えてたの。難攻不落天道ここにある。痛がってね。剣女盤石。燃えよ。あ、そこだ。今回のマイクラのワールドも伝説になるといいな。そうですね、数日前に 1.19 のマイクラ始めてどれくらいという話題になり、その時10日くらいだったんで、うん、
そうそう、なんとなく、なんとなくなんか10日くらいと思ってた。その曲が残ってたんでしょうね。うん、あれ今、そっか、あれあるんだったな。まあまあ急がんからいっか。そう、原型あるんだった。今日日曜日だから、これとりあえず行こうか。15万もだか。で、濃縮は4。エーペックスを当分やってねえよ。で、原神を螺旋もいかんといけんのよな。岩山八九天道万象、全力攻撃。あ、いや、ほれ、トンよ、さあ、くらえ。いや、はあ、ほれ、くらえ、トン。いざ。これ、あれか。リスン、イン、ボン。そこだ。剣女万丈、天道。クーリータイムが長いね。おお、また。いたがっちゃいねえよ。燃えよ。みんながそばに。よっ。さあ、トン、くらえ。よっ、はあ、ほれ。くらえ。はっ。3
まだ行かんといけんかな。飛行の武器はとりあえずレベル90に早くしておきたいかな。そう、武器もな。死闘の槍を。でかいの4個分か。いやー輝いとるね、赤く。10万もだ。こういった事例もあるのか。あれの端数が何個あるかな。2個分 2.1 核も世は広大で記事たまらんかな。レベル80まで上げたんだったらもう上げ切ってしまいたいんだけど。かっこいいです、死闘の槍、赤く輝いとるな。体勢が大変だ。剣女盤石、剣に目せ。燃えよ。いや危ないな。2.1、0.21 か。もう一回回して、あ、全部使い切るか。で34波数があるからそれでモーダー行けばいいか。行くぞ。
ここにある。全力攻撃だ。はあ、吹き飛べよっ。ははそうだ。あ、いや、フォーレス、どの目が出るか。トンよっ。武器ももう手元の魔法がなくなるまで一旦上げてしまおうかな。集中して、結構魔法溜まってきてるかな。強いよな。あれ残しとかんときゃ。同点放線。難攻不落。燃えろ。トン。あ、そこだ。いや、くらえ。みんながそばに。ほれ。よ、くらえ。金色のやつ出んな、なかなか。この武器用のあの素材は4段階なんよな。で、添付用の素材は3段階なんよな。4段階ってなかなか、なかなかよな。螺旋もでもそろそろ行っときたいな。4個でいいんだっけ。4、あとはモラが足りないから
6万モラは、いけるから80の突破だけは終わるか。35、まあ、違うことやってて40になったら濃縮にしていこうか。トイレ行ってこよう。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。情報提供者から知らせがあったわ。うん、どうやらまた新たな変数が現れたようね。
この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。情報提供者から知らせがあったわ。うん。どうやらまた新たな変数が現れたようね。いい、戻った。何したんだっけ。この同点も。な。俺昨日同点放線取り忘れてんな。
なんか欲しいもんないよな。まあ、柵とか地面系を作っとけっか。ただいま。1477。まああれか、足りんくなってもだるいから、明日刹那樹脂と一緒に交換しよう。線行くか。これ忘れると最悪だからな。行っとくか。報酬もらい忘れたらね、笑えんからな。それはでかいから何気に。螺旋の報酬は誰で行こうかな。神里さんは装備してる。どうしよっかな。まあ、岩パープラスアルファみたいな感じで。でいいか。ディオナさん、ディオナさんはいるわな。じゃあ、最大攻撃力高いな。565なんだ。この前のあの配布の武器、あのサイレンの弓も565なんだ。手元に2個しかない。基礎攻撃力が565が。アモスは608だけど、まあ絶弦でいいか。これで行ってみようかな。悪くない目が出たわ。キャラクターの元素スキルが敵に命中した後、敵の物理耐性および全元素耐性マイナス 12%。 この効果の継続時間は8秒。3層まで36% になるってことか。まあ、とりあえず行ってみよう。まあ、この辺はまあ相変わらずでしょう。前半岩場でいいかな。岩場で行っ
って困るのはファディとかにちょっと時間かかるな。でも9層だからいけるか。いったろ。ディオナさんとで、まあベネットさんとエンヒさんとかになるかな。で行ってみようか。あ、言うて9層はいけるじゃん。で9の1はいけた。あ、そうか、モラに樹脂使わんでよかった。危ね。これで結構もらえるんだ。元素爆発かな。冷たくサクサク最低がないん
まえた。どの目が出るか。今なら覚醒ドリンクじゃ。放出血。全力攻撃。よっ、いや、くらえ。トン。フォーレ。そこだ。いや、急ごう。私は甘くない。これが力だ。みんなは俺が。9層はもう余裕じゃな。11かだよね。90はだいたいそんなにもう苦労しなくなってるけど。難攻不落、天道万象。血陣鬼の狂気ランプ。後半どうなんだっけ。あ、こいつだか。かかれ。これで9層は行けました。マリラスさんと、夢未来さんと梅桃さんが黄色いだるまありがとう。そしてマリラさんがカバありがとう。PS ウーキーさんいらっしゃい。じゃあ続き行きましょうかね。ここはなんだ。アビス栄勝者激流。どうしようかな。後半神里さん激流とヒルチャルシャーマンの雷か。感電で来るんだ。どっちも前半あれだね。感電プラス拡散だね。怖っ。前半まあ岩場で行って後半あ岩使いがおるな。後半岩プラス神里さん。岩プラス神里さんとかありかな。でもそしたら後半岩に向いてるね。向いてるけど激流だろ。激流とかでも神里さん一択なんだよな。ご利用していけるかな。モテレートさんこんばんは。おかえり。
どうしよっかな。激流、まあ後半神里さんで前半岩で行ってみようかな。ばらけさせるのもまたちょっとなんか微妙な感じになるしね。モデレートさん、黄色いだるまと袋ありがとう。じゃあそうしようか。前半岩でご利用してちょっといけるかどうかわかんないけど、ご利用しで行って、で後半神里さん水で、この後半この2層の岩使いのところをうまくいけるかどうかだな。これで行ってみるか。ちょっとマシなの当たりますか。フクロウ螺旋頑張ってください、ありがとう。60コイン近く、バカにならんよね。これはこのザコからいかに。岩山八九、天道万象。八九のごとし。だ、鉄人。岩光流。任せてください。戦場のお掃除の時間です。そうじゃなぁ。いや、岩パー、うん、いや、前半後半どちらもか。ちょっと不安が残るけど。幻想爆発ダメージ。冷たくサクサク。ガンザン八九。音を抱きやがれ。先生こっちで。超ピランブ。今日ダメさせるなよ。オラオラオラ。熟食め。天道、ここにある。剣女盤石。血人。メイドの礼儀に気をつけます。少し。
ここの岩のやつ。キャラ帰ってきます。はい、プチウメモモさん、こんばんは。おかえり。ジュノさん、ここゴリ押し。電動バス。ザ強盗、任せてください。真実に耳を傾ける。ジオーの踊りだ、ガンポーギュー。オラオラオラ、サービスの光よ。おい、力入れた。大きなる死に安山八九血陣、綺麗にしませんと。進化を遂げよ。やべ、何も止まってない。天理チョーク、俺につけ。強行、戦場のお掃除の時間です。これで間に合う。素晴らしき死ぬ。任せてください。剣女盤石。やばい、時間かかりすぎる。鬼の超ギラン進化を遂げる。どりゃあら、素晴らしき死ぬ。お前の出番だぜ。オラオラオラ、やった。あら、おお、いけるかな。最後際どいぞ。1分半。アビスに使え。かかれ。ここはもうほんと神里さんが一番いい。11、両手剣キャラクターの与えるダメージプラス 7.5%。 あれ、今回あれじゃないのかな。あ、守る系だよね。守る系じゃないわ。あ、守る系か。守る系っすよね。プチューメモモスさん、黄色いダグマありがとう。顔出し行ってきます。いってらっしゃい、ありがとう。どうしようかな。10域か。前半ノエルさんだけで賄えるかどうかな。後半
後半円比さん、円比さんで前半岩場、円比さんいけるかな。本当前回くらいからかな、簡単になったね。こんなやり方じゃ今までクリアできんかったからな。まあこれくらいが助かるけど11層だからな。さあ行くぞ。いざ天道万象熱くのごとす強行メイドの礼儀に気をつけます。綺麗にしませんとは。天理チョーク岩山八九鬼の狂気ランス
こにあり。剣女盤石。先生こっちで進軍。戦場のお掃除の時間です。岩の重さは安心でき。ガッツ。11-2いくぜ。こいつらか。こいつからやらないと。まだ呼ぶんだっけ。うわぁ、どこにいるのか。私は私の最低。みんながそばにいる。容赦はしない。終わりね。捕獲完了。よっとん。さあほれ。よっ。俺ちょっと時間かかっちゃったな。違反だ。うわ、うっそやろ。捕まえた。2か。それでやり直さんと死んだ。つらいな。むずいな。11-2むずいな。あれいけるか。なんか星3、6分残してパターンって。権力盤石、天理チョーク。破竹のごとす、血陣。メイドの礼儀に気をつけます。綺麗にしませんと。手間取るぞ、ここは。下がれ。よっ、くらえ。
くさあほれトンやはあトンくらえ私は甘く見ろ全力攻撃だくらえかかれ燃えよほれ急ごう短所鉄拳あくらえ予想外だ反省しなさい酔っ払いさんせえブーンほれ捕まえたこれで無礼者は必ず制裁されこいつかへいいいとよ工作せえくらえ下がれいやそこだ急ごう容赦はしないみんながそばにトンほれよっこら行くぞ危ないふっ高速撃墜いや喰らえ2分イントン急ごボーンほれよっそこだ危ねえなんかこいつの攻撃力がめちゃくちゃ高いんだけどなんだあれエンヒさんもでも打たれ弱いのかな普段なんかシールドで守られてるからあんまり意識してないけど危ないなあれあ銃撃か剣の盤石強盗天理チョーク死の風格に気をつけます岩の重さは安心できますここもノエルさんのもんだろう俺につけ天道万象岩山八九神宮メイドの礼儀に気をつけます任せてくださいは鬼の狂気乱舞お前の天理チョーク剣女盤石死の風格に気をつけますやさあ後半どう来るなんだっけな何が来るんだっけあー思い出したよトンさあかかれ攻撃全力攻撃燃えよあこれよ終わりねはあトンいやそこだよっほれふっあトンおのおぐんの剣いやそこだほれ急ごうボンあくらえトンリオなら特製ドリンクじゃ高速撃墜待てたみんながそばにいてくれるわ下がれいやほれよっトンいやそこだ捕まえた燃えよ抜けたあ余裕の思いのほか大丈夫だったな最後はからくり神経あこれな前回と一緒だねからくり神経が硬いんよどう型氷スライムどうなんかな遺跡からくり神経大型氷スライムまあ前半岩かなアビサル前半岩の後半神里さんかなう
後半これでいくかな。行く秋さんの方が安定するんかもしんないな。装備今してないからな。どうなんだろう。あれか。先生こっちで血人。戦場のお掃除の時間です。こいつ。岩の重さが安心できます。これで間に合いますね。こいつから行っとかんと無駄に無駄にやられるからな。剣女盤石。複数の元素のやつらが近くにおるのは非常にまずい。危ない。戦場のお掃除の時間です。12の1の後半。待て。あれこいつこう、あ、こうしたか。硬くない？ちょっと待って、何このこの硬さは何だ。
うわぁ、2か。ここはどう ?12 の2なんだっけ。何が出てくるかは全く覚えてない。なんだっけな。あ、だから魔偶剣器かな。違う。剣与万弱、天道。ここにある。氷。鉄人。岩の重さが安心できます。騎士の風格に気をつけます。これで間に合います。はい。戦場のお掃除の時間です。天にジョーク。先生こっちで神軍帝王のおとりだ。ここで魔偶剣器かな。出た。さあ、私は甘く見ないで。かかれ。全力攻。どの目が出るか。踊りなさい。それ。桜吹雪。こっちのパパン未だに。なんかあんまりよく分かってないんだよな。私は甘く見ないで。踊りなさい。で、こっから12の3かな。
剣女盤石先生こっちで教頭天道盤昇メイトの礼儀に気をつけますやっやっとやっ天にチョーク剣女盤石血陣はっ戦場のお掃除の時間ですやっはっキャッ任せてください剣女盤石天道盤昇さあ鬼の狂気乱舞眼闘牛どりゃ後半が硬いんよここが硬いんじゃは無理7分は無理だな
失礼。よっ、立った。あーでも2個いけたか、ギリ3個はいかねんな、やっぱ。まあ12の3はクリアしましたが、星は相変わらずですね。いやどうなんだろう、12層6個取れたのかな、9分の6取れたかな。150原石6万もだ、150原石6万もだ、150原石6万もだの100原石3万5千もだ。あでも3分の2までいけてるわ。11層まではパーフェクト。あ、何気に今までで一番良かったんじゃないかな。3分の2までは12層。なかなか6個取れてなかったと思うかな。まあまあまあ、まあ、良いんじゃないでしょうか。57万モラの743原石でかい。そして26経験値本でかいんよ、潤うんじゃ螺旋は。そして星5の生物4個と星4生物8個。潤う、非常に潤う。潤うなぁ。これを育て中なので、これいかないか。適当に行ってもいかないか。で、なんでモラがいるって思ってたんだっけ。あ、わかった、死闘の槍だ。これこんだけモラがあるということはいけちゃうんじゃないか。24万8千モラもいけちゃう。やった、タイミング良かった。とりあえず死闘の槍レベル90までは行きましたが、まあ無凸だね、この前初めて手に入れたばっかりなんで。いや、これで気候武器一応全種類レベル90までは上げたと。ただまあ無凸のものもあるし、貫突してるのはないから、まあこっから先は地竜の剣をから貫突していくかな。で地竜の剣の次に円秘さんでこれをよく使うから、これも3凸してんだな、何気に。これあと2回やったら貫突。地竜の剣は2凸くらい、2凸だねしてるから、まあ、この辺もやっていきたいところですね。こんなもんかな。とりあえず、あとあれだ、レベルトーマを70にしようか。すごいです、やっぱ螺旋は潤うんよ。相当進む。え、死闘マンもレベル70。
あと4人か。どうしようかな。さゆさん、さゆさん、さゆさんかな。あー、どう、うわー、この辺苦笑さだ。これ使うかな。アードイさん一回行ってみようか。アードイさんも強くはないけど、ないけど楽しいんだよね、使ってて。モラがなくって、ゴロさんだったかな。まあでも子供いらんか別に。よし。ああよかった。螺旋とりあえず行けた。1時間40分か。岩山八九かな。22時半か。はい、どうしちゃおっかな。まあ、螺旋行ったから このごちゃごちゃ感をどうにかしたいな。私も入ってます。何、ちょっと待ってよ。ちょ、タイトル変えよう。